僕は今すぐ前世の記憶を捨てたい。憧れの田舎は神在魔境でした。星に。人族のリーマンだった記憶を思い出した2歳の赤さんが主人公の漫画。この漫画は、2歳で記憶が戻ったが、今回もジパングの東京に転生した主人公の漫画という、異世界転生してないやんという変わり種漫画。ここから、双子の弟はクッソ元気なのに、主人公はなぜかクッソ病弱という設定から実は主人公の魔力量がクッソ多く、魔力欠乏症だったために病気がちだということが判明することで、見た目はほぼ現代ジパングなのだが、どうやら魔法も存在する独特に進化した世界だということが少しずつ判明するという変則漫画。そのパラレルワールドでは、冒険者になれないクソ雑魚ナメクジが東京で安全に暮らすというような負け犬が都会で暮らすという感じで、田舎で冒険者をする奴らは勝ち組のエリートという設定。そこから、母じゃの祖父母が実はクソ強冒険者であり、主人公は田舎じゃないと生きられない体だったために祖父母の田舎に移住して冒険者を始めるというシナリオ。主人公は極めて平凡スペックの人族の人格なので、田舎で子供たちがモンハン地味たカブトムシを取っている姿に引いたりと、主人公属性の性格ではない。そんな感じの変わり種なろう系作品。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしく。